新人の、大型の職人が来るもんね。あと喋れるかが問題だけど、あんまり日本語上手じゃないです、僕のところも。俺のところもそう。ちょっととりあえず今日呼んでるんで入ってもらいましょうか。呼んでもらう？おい、こっち来い。おはようございます。お疲れ様です。おはようございます。はい、恥ずかしいですけどね、向こうで2人見てますんで。そうだね。はい。俺、初めてここで YouTube 撮るから。はい。いや、僕も初めてですよ。今回、12月31。今年終わりだよ。今日も今年終わりで、2人で集まって、今年どうだったっていうね。はい。で、今年どうでした？いろいろ大変だったよね、やっぱり。刺激がある。僕 YouTube 見たっすけどね。YouTube 見た？はい。降格したっつって。あ、降格したっていうか、何も変わってねえからね、俺。やること。でもあれですか、仕事は忙しいんですよ。仕事は忙しい。じゃあいいことですよね。来年もちょこちょこ決まってきとるしね。もう今の段階で決まってることですか。じゃあいいっすね。もう人はとりあえずもう今こんだけで落ち着かして、あとは応援で回そうかなって感じ。そっちの方がいいっすよね。自社で抱えてあるするよりも。でも今だって20人ぐらいだよ。めちゃくちゃおるじゃないですか。だからね、いらんもんだよ別に。お前のことどうなの？どんな感じだったの？いや、まあまあ忙しかったですよ。忙しくて、一人足りんかったりとか、応援とかずっと頼んだりしとったんであれですけど、来年からはね、ちょっと、多分サムネに載っとるかな、サムネに載っとるか分からんけど、新人の、大型の職人が来るもんね。あ、そうだな、うちも新しく新人で入る。大型新人職人？新人大型職人どっち？新人職人でいいんじゃないの？新人職人でいいか。大型って言ったらいいんだよね。いや、結構ベテランの。ここは来るもんで、うちの会社。マジっす。そうそう。来年一匹から。経験あるんです。結構。経験ないけど全然。1年ぐらい覚えれるじゃん。そうですね。足場なんで1年ぐらいあれば覚わるですからね。基本的に。喋れるかが問題だけど。確かにそれはあるです。あんまり日本語上手じゃないです。僕のところも。俺のところもそう。全然まだまだ。ですよね。これからちょっと学んでもらわないと。ちょっととりあえず今日呼んでるんで入ってもらいましょうか。呼んでもらう？おい、こっち来い。こっち来い。はい。ほら。うい。すげえ立派じゃないか。はい。よろしく。ね。新人職人、銀次です。銀次です。よろしくお願いします。って。ね。ほら、喋って。おはようって喋って。ちょっとまだカメラ慣れてないです。ちょっと日本語ちょっと下手くそだもんで。ちょっとまだ理解してるかわかんないね。この子が来年入るもんで。本当？僕多分めちゃくちゃ忙しくなるっすよ。うちの子もうちょいでかいよ。本当っす。呼んだほうがいいね。うちの子もうちょいできるから。うちの子もうちょいできるから。お、来た。南施工サービス。うちの子。新しい新人。俺いいね。ちょっとごついじゃん。ごついでしょ。サブログ2本ぐらい担げそうっすね。いけそうで、両腕で担げるこいつ。全然大きさが違うもん。もう来年、じゃあトラック乗っていけるっすね。そうそう。もうなんかメイク要求したよ。名前ちなみに何するの？名前ロアくん。朝大丈夫？朝起きれる？起きれるか。起きれる？うわ。めちゃくちゃ恥ずかしいっすよ、これカメラ撮られてるの。ちなみにいつ生まれたんすよ、今年のいつだったっけ？誕生日すら忘れた。3月25。やば。25。誕生日痩せたのはやばいでしょ。でも今9ヶ月。そうそう9ヶ月。銀次で今で3ヶ月。ね、9月209月16日。誰も分かってねえやね。うちの子ちょっと歯も生えてきたからもう。嘘だ。もうでもうちの子あれですよ、日本酒飲むようになったんですよ。日本酒。はい。嘘でしょ。忘年会でも親父に飲まされてたので。うちの子供はご飯だったら何でも食べるようになって。すげえ。なんか質問ないの？実感はありますか？実感？何この子は職人に育つかって？そう。そっちに寄せてくの？そっち。冗談。でもなんか実感はなんかあるよね。帰ってきたりとかするとさ、いつも俺すごいじゃん帰ってくると。いただくと。こうやってやると笑うんですよ。帰ってきてすぐそうやってやるの。帰ってきてすぐやるよね。ここまで来ると俺もう顔分かっとるみたいな。だから俺帰ってきてすぐにっこりする。やっぱそうですよね。パパって多分ずっといないもんで、帰ってきたら逆に多分楽しいんですよね。今度あれやってほしい。うちらは2人でちょっとスタバに行って、2人は2人を連れて4人で遊びに行く。それで YouTube のコメントだれしようぜ。それが賛成なのか反対なのか。それが賛成の数の方が多かったらいや賛成の数の方が多かったらいいよそれね。だけど反対だったら逆にならないから危ないから。いや2人とも奥さんに預けて旦那さんは遊びに来る。視聴者がどっちになっちゃう。全然でもあるよだって。一人で。あるっすあるっす全然あるっす。外に？はい。本当？タクシー乗っていくっすよ。あ、すごいね。タクシーとバスと電車使って京都とかまで行ったっすよ。ね先月ね一緒に。何言ってんだろうね。京都で二人旅してるね。もうごっちゃも。どうですか机の味は。机の味はどうだった？わー！おいしい！ハッピー。パパ好き？終わった。ミミちゃんなんか笑った。なんかないですか逆に。あ、どんな子供になってほしい。ああ、それいいね。どんな子供になってほしいですか逆に。どんな子供になってほしい。まあみんなに優しい子供になってほしいよね。それなんかそのごめんなんか視聴者意識してる。あと優しい以外で元気とかそういうありきたりはなし。そうありきたりはなしで例えばなんていうんだろう。本当格闘技で一番になってほしいとかさなんかあるやん。なんかでもこの時期やっぱ格闘技とかしたいよね。ああ、格闘技習わせるんです？格闘技習わしたいよね。いやもう連れてってもう邪魔になってもう邪魔君ドラ君嫌なもんねかわいそう銀ちゃんおとなしいねほらあなた社長になれるよどんな子になってほしいですどんなもうてかもうとにかくわんぱくになってほしいな俺はわんぱくもなんかちょっとありきたりじゃないありきたりか暴走族になってほしいとかなりたいなったらなれるじゃないですかなりたいなったらなれればいい結局痛い目するのは自分じゃんまあ僕は健康で育ってくれたらそれでいいですかねそのまんまやけどそれしかないなって子供なんで自分のやりたいことやってほしいですよねその親が邪魔するんじゃなくてまあ別になんかこの子が本当にねテロリストとかになるって言ったら僕逆に応援するっすもんねやりたいことやらしてあげたいなんか人に迷惑できることは一人だからねやっぱ自分が一番なわけじゃないですか僕はそうやって3000円まで人に迷惑かけて生きてきたもんでどんなパパになりたいですかどんなパパになりたいどんなパパ俺はあれかな本当に言われたこと全てやっちゃうパパになりたい10万ちょうだいってやったら「いいよいいよ」とか言ってそのためになんか仕事頑張らなあかんだかな何でも OK できるようなパパになりたいよねこれやりたいいいよとかねさすがに人殺しちゃいいよとかねそういうのは言えないけど子供から相談される大人なパパになりたいよねなんかでも嫌じゃないっすそれなんか俺嫌だなんか子供から相談されるって俺はなんかそういうのなかったからあれだけど父親とかおったらさこれどうなって話したいけどな女のことでもそうだし何でも話せる女のことは嫌じゃねなんかわかるそうかあいつめっちゃ乳首小さかったよとか言ったらどうするなんで別にそうなのめっちゃ入院でかかったよとか言ってたら別に何でも話せる中でなりたい子育てで何が一番大変ですか例えばうんち変えるのが大変とか全然ないうんこは一生変えたくないありましたありましたありました子育て臭いからね僕全然食べますようんこね指ついたやつがってなると普通に全然安心やんってなる病気になるよ大丈夫ですもん病気だもんねあでも夜のミルクかな大変大変っていうかぐらいじゃないだって俺大変って別になんかやるし基本的になんでも夜のミルクぐらいだね寝とるもんでさ酒飲んだら起きんもんでああその辺は気にならんよその辺気にならんって起きてないでしょ多分俺起きとるって毎回起きるそうだ起きるんすまあ起きてちょっとミルク作ってる間お願いねって生やしてもらってだから毎回起きてるねへえどうした銀賞喋ったんで今喋った今日朝「おはよう」って言ったんですよインコみたいな感じで「銀ちゃんおはよう」っつったら「おはよう」とか言ってじゃあほんとにマジでこんな感じでこんなトーンで言ったんすよ子育てで大変なことってそれぐらいかな俺うんこぐらいだな別に匂いそんなあでもあれかもう今匂いないじゃん全然いやあるっすよあるあるあるねちょっと今すごいからすごいもうそんな臭いんすいやもう俺らと一緒いやだけどいや俺らと一緒って言うじゃないですかでも僕の変には多分負けるっすよ僕多分マジで変臭いもんでじゃあとりあえずここで一回締めときますかはいいくよもう YouTube 初デビューであるわくんもまた見てねー